フリードリヒ3世との結婚エレオノーレ・ヘレナフォン、ポルトゥガルは、神聖ローマ皇帝フリードリヒ3世の皇后。ポルトガル王・デュアルテ1世と王妃、レオノールの娘。ポルトガル名はレオノール。兄に、アフォンソ5世、妹に、カスティーリャエンリケ4世の王妃フアナがいる。皇后となることを絶望し、15歳の1452年3月16日に、ローマで、 フリードリヒ3世との結婚式を行い、3日後の3月19日に、夫の戴冠式に臨んで正式に皇后となった。当時のポルトガルは海洋王国として栄えていたが、一方のハプスブルク家はまだ弱小の両方君主に、過ぎず、また、フリードリヒ3世は大変な倹約家であった。結婚後にこのことを知ったエレオノーレは、愕然としたが、エレオノーレの持参金によって、 フリードリヒ3世の経済状況は好転した。息子マクシミリアンは陰気なフリードリヒに似なかったこともあり、当時皇帝の子ではないとも言われたが、最終的に夫婦の間には母子が生まれており、その可能性は低いとされる。エレオノーレはこの息子に大いに期待を寄せたが、言語の発達が遅く、5歳まで言葉を喋れなかったため、大変心配した。1467年に、 ウィーナーのイシュタットで、胃腸感染症で崩御し、同地の制御オルク協会に葬られた。後に、マクシミリアン一世が崩御した際、遺言によってエレオノーレと共に埋葬された。エレオノーレは、フリードリヒ三世との間に5人の子を設けた。うち成人したのは2人だけである。ありがとうございます。